やっぽんさんに明けましておめでとうございます。おざおいがふがんこんせんゆんげまるもりちょうペンゴねにのべがひょんはげでいほんよかんほうそうふんげんげざんじゅうライサーげほうたおなんかめちゃくちゃおいしいタピオカミルクティーがあるって聞いたんですけど、はい、ありがとうございます。はい、こちらお菓子ですね。うわ、またかわいいドットドーという名前です。ポウタイドットドー、はい、いただきます。ありがとうございます。うん、すごいもちもちしてる。そうなんですよ、香港のタピオカよりもちもちした歯ごたえ、はい、キャッサバの粉は台湾からなんですけど、うん、そこに丸盛りのお米の粉も一緒に入れて、うん、あ愛情込めて加えてます。ガーマイニードゲマイファン、あーそいチンチウヤウニゴハウカンオヤウダンセン、あと蜂蜜のゴディフォンマッケメイドが連動2号30がメイド、まろやかですね。あ、わかりますか。蜂蜜のまろやかだと牛乳も丸森さんです。え、はい、蜂蜜もそうです、うん、これ、牛乳やわえ牛乳やわ、これおいしい。ありがとうございます。うん、こちらはですね、はい、同じく丸森のクワの葉というものを使って。おー、ソンイプ香港もあります、クワの葉。ソンイプ、あ、そうですか。一回お茶っ葉にしてから粉砕して入れても、うん、天然の緑色です。すごい可愛い。いただきます。あー美味しいわよかった、ありがとうございます。これ香港やってんこ、やってんこ、うちょんぎ。これは抹茶とはまたなんか違いますね。違いますね、少し大人な感じが。うん、美味しいわ。すごいですね、失礼ですけどこんな田舎でまさかこんな美味しいものが飲めるとはありがとうございます。そう言っていただけて大正解すごいですね。丸盛りは初めてですか。丸盛り初めてですよ。あ、本当ですか。はい今年の夏できたばっかりの、まだ新しいお店。そうなんですか。はい、あれですよね、台風19号。はい、え、大丈夫だったんですか。実はそのここのタピオカミルキーの最大の特徴は、うん、手ごねであのパールを作ってるところ。はいはいはい。なのでこれの工場という工場が別なところだった。そっちは被災が引き、はい、うわ、はい、もう全部流されちゃって、はい、大変だったんですけど、今は復活して、今復活して、はい、地域のレディースの皆さんが頑張ってこれ、うん、ハッフォックハンナ見てください、元気にやってますよ。ホンモンユンヘイガメンフォックヘン2号全さん、すごいですね、はい、え、あと手ごね。手ごねなんです。すごいな。え、香港やもう手ごねね。タピオカミルクティー作るためにパティシエたちと一緒に原宿に、はい、あの視察に行ったんですけど、でいっぱいいろんなものを飲み比べしたんですけど、基本多分冷凍が多かったんですよね。でやっぱ差別化するために、うん、じゃあもう地域の素材とゼロからもちもち作る本格生タピオカっていうことで、うん、ここで勝負しよう。素晴らしい、はい、世界中からお客さん来ていただいて喜んでいただきたいなと思って作ってました。お兄さん、寒くないですか大丈夫。実は、はい、何の格好か分かりますか。これいや、今こうやったから。あっああはやつさ、我は何しに丸森町へ。半夜新山大河去体验。我太古同埋介紹俾大家一晚3500円嘅良心住宿。お楽しみに期待。